終了するか。次行こう。まあこれはお任せで行くか。はい。上院になった。上院一番気が楽なんだよな。で、誰が能者なんだ？今なら怒らんから言ってみろってダメか。言い訳ないだろ。誰が敵なのかまだわからないか。私はステラを疑うことでしょう。それ誰か見えてくるかもしれないからね。もう僕もステラさんはどうなんだろうって。僕以外でもステラを疑ってる人いたんだ。意外といい感じじゃない？そうですか、私その、大丈夫、ステラ信じてる。ほんほんほん、ステラ疑いっぽい感じか。ちょっと今回めちゃめちゃストレスしてみる。いじけじゃないの。はいはい。なんかガールズやるぜ、注意して、綺麗なことでもあんのか。もう僕も好き見せはどうなんだろうって。役職名乗りじゃないな、これ。やばそうだよ。杉道が疑われてる。死んだのがショックだぜ。死に疑っているようで、この船の夢も知れたものね。でも足見つけてないの。杉道は疑われてるけど、なんか大丈夫っぽい。あはは。うん。名乗り出てください、エンジニアさん。でいいですか、エンジニアだから、グノシアさん見つけてき、乙女、説、二人か。はい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 。もうちょっと話聞きたい。ラッキーオが怪しい、目が泳いだ。ラッキーの様子が変だら僕も心配してんだよ。平気子供を疑ってるんだ。コメントに行くといい。僕もそう思います。ラキオさんは変じゃない。あー、疑う。疑うじゃない。いや、ドクターも名乗り入れてほしいな。留守番はもういいや。名乗り入れてください。グルシカがドクター。はいはいはい。レムナンもドクター。あー、そこ対抗ね。投票の時間。なんか、茂道がそう怪しまれてたんだっけ。違う違う違う。公開日誌か。ラッキーは怪しくね。ラッキーは怪しい、ラッキーは怪しい。ステラ怪しい、スケラ大丈夫。茂道は怪しい。なんか雑にラッキーをとかに入れてみて、最後疑われてたし。あ、ステラ疑われ、なんだ。あ、レムナのなんかすごい入ってるな。ステラが釣られる。はい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 。あ、とりあえずいいか。わかりました。私はコロスイッチだからエイサー応援してますね。バイバイ。あ、クルシカが。クルシカってここ黒ラインあるかもな。あれ、流れを惜しむということ。お、イベントあるけど、ちょっと、レベルアップするか。レベルアップできないのか。ジナ、なんか、イベントあるっぽいけど。のは嫌、だから。誰だ？何をやってる？ロビーの方から話し声が聞こえてくる。行ってみよう。何をしてるんだ、そんなところで。うおー、あ、ロビーにはジナと気がいる。誰かところを教えてるとか。誰と話したの？何？もしかして二重人格とか、イマジナリーフレンドがいるとか。何、誰と話をしていたのか聞いた。言えない。ごめんなさい。おお、お前なんか黒か。ててお互い向こうの気まずい空気が流れている。私たち、この船はどこに向かうんだろうね。どっかの宇宙港、宇宙なんてわからない。冗談でも言うか。じゃあ、空気汚そうです。とっておきの宇宙的音を披露した。うん。空気読めないやつ。おかしな顔しないで。解析の冗談よかったと思う。フォローされちゃった。よかったか。笑ってほしいな。ありがとう、解析。気持ちが楽になったから解析と話してよかった。それではおやすみなさい、また明日。誰と話してたんだろう。ジョナス、レムナンが消滅した。はーん、これじゃああれだな。バグは消えたってことでいいか。ジョナス、レムナン。はいはいはい。被害、ジョナス、レムナン。ふーん、変わったことは片方はバグなんだろ。はい、二人同時に消失した場合は、一人はグノーシアに襲われた被害者ですが、一人は現地で調査されて、存在崩壊したバグです。さあ、誰が、誰が調査したんだ？お願いします。情報を公開します。レムナン少なくともグノーシアじゃない。あ、レムナンを調査したのね。足を調べたらです。SQ さん、グノーシアさんでした。グノーシアさん、はいはい。ここででもレムナンを調べてないとおかしくないか？ここレムナン調べましたとしか、エジリアは言えないと思うんだ。あ、でも、レムナンかジョナスしか言えないと思うんだよな、この場合。とりあえず報告をもう一回お願いします。報告してください。よし、報告。ステラグノーシアじゃなかった。はいはい。もうちょっと話聞くか。SQ ゼーブ結構楽しいよ。だってラブリーシピと遊べるんだもん。なるほどね。そりゃ買いかぶりだよ。振られてる。辛辣なんだ、だいぶ。いや、説がエジラと確定したね。そうだね。ありがとう、ラッキーを情報確定すれば、手口をやる。この調子でいこう。ってことは、もうあれよ、乙女は、人外よね。はい。乙女、疑わしいと思うんですよ。あ、やっぱそう思った？乙女怪しいよね。キュア。もうちょっと頑張って。キュアじゃなくて。ククルシカがドクターだと確定した。ほーんと？あ、そっか。レムダンがバグだと。レムダン疑いでバグ。そうだね。ここで進化分かったね。結構今回順調だな。うん、喜びが伝わってくる。はいはいはい。解析さん、
が変かなって思いました。気になって笑うの。え、なんで？お前、お前だってどうしても黒いだろ。それは乙女怪しいの。あれ違った。帰ってきて2人で何だろう。いや、乙女が怪しいよね。だよね。さすがコメント、説得力半端ないっす。コメントの説得力、そうか、そんなない気がするけどな。よしよし。これはもう乙女だろ。乙女、くらえ。お前が疑わしいんだよ。誰が死にいてる。私最強入ってる。なんで？狼評価？海月。私に入れてる人。ラッキーオ、ユリコもね。なるほどね。ラッキーオとユリコね。ただ、ツイタル好きだから平気なの。バイバイ。今回、占い、今回、狼全部潜伏せそうだな。狂人っぽいぞ。お、またイベントがなんかある。誰だ？ SQ だ。何してんの？ SQ。ショールームに誰かいるの覗いてみようか。え？誰いるの？私も女の子だから大丈夫。ふぉ。はい、残念でした。SQ ちゃんもう服着てます。そんな、サービスいいちょうだいよ。うん、惜しいですな。もうちょい早ければ SQ ちゃんの美ボディ見られたのにね。一緒にお風呂入ろう。女の子だから大丈夫。あ、でも、アツルちゃんは誰か使ってるよ。SQ ちゃん来る前からずっと浴びてるみたい。ちょっと長すぎるね。これもしかすると中で倒れてるかもしれません。気絶？大丈夫？それかなんか、血とか流してるかもしれない。ってことで、畳前成立ね。これじゃ、これは覗かないじゃないですね。旦那。うるさいな。誰だ？うるさいな。ちのちゃん？は、え？誰？だ？ラキオか？ラキオか？まったく。誰？ラキオっぽい、この目力。シャワーから静かに浴びたいんだけど、やれやれ、害で笑い流して、試作に思いふけてたら台無しだよ。ラキオっぽい。あ、ラキオだ、これ。え？やべえ。うわー！うわー！うわー！ちょっと、やばい。私、ちょっと待った。あのね、急だこう、髪型の変化とかに弱いタイプで、急な素顔とかに弱いタイプだし、あー、ラッキーオー、やべえ、今のめちゃめちゃラッキーオー好きになったかもしれん。え、ラッキーオー、めっちゃ美人じゃん。普段あんな狂人っぽい顔して、ヘラヘラしてんのに、顔になんかペイントしてるしさ、めっちゃ美少年、美少女やん。どっちかわからんけど。そうだけど。あれでもさ、ラッキーオーってもんでしょそれ。あー、僕はボンだけど。ボンでいいのかな、これ。いわゆるその、あれがあるんですけど。なるほどね。は、それが何？僕はボンだ。肉体的特徴だってどうでもいいだろう。それで、いずれは、ボン化処置を受けることになるし。あ、そんなのがあるの？あ、てか、ラキオの人、望むとけか。よく分かってなかったけど、男なのかな？体の性別的には。へぇ、ボン化処置とかあるんだ。もったいないなぁ、もったいないなぁ、なんだ。どこ見て言ってるんだい。そもそも税務さんの取るに足らない問題さ。君たち程度の人間に立って。他に隠れるべきことがあるだろう。まあ、ちっちゃくちゃなんだろうな。に、あの、性別なんて。この時代ではもう、性別だって関係ねえ。全く付き合ってられないな。僕は失礼するよ。女なのかな、男なのかな、結局。ラッキーを裸にしてたんだけど、もうちょっと恥じらいを持って。服着て。恥じらい持って。あ、ラッキーのデータが今回すごい更新される。ククルシカー。なるほどね。ちょっと上院データ見たい。ラッキーを。身体的に、肉体的には、凡性ではないが、魂の問題らしい。なるほどね。こういって明かされてくる。これ真ん中がないの気になるな。か、ククルシカや、くよくよせずに行こうぜ。じゃあ報告してください。あとは誰？報告。エンジェルと情報公開書を解説してくれ。おー、ありがとう。白出しされて噛まれる可能性あるから嫌なんだよな。シャミ何黙ってんのさ。普段とかどうかしてるでどっからどう見ても潔白じゃん。待って。あ、そっか、苦しくドクターか。食われたのか。うんうんうん。もうちょっと美容すぎるかな。この食堂の店って、雑談始めた。ちょっと後ろに匂いせんか。正直カップ麺恋しくなってきたわ。乗ってみるか。わかる。なんか、臭いよな。ここの飯。しげみ、そういう話は後で。はい。ごめんなさい。ねえ、SQ、お前の望み何ですか？この船に乗る。逃げ出すの壊滅。SQ ですが変なら俺も心配したんだよ。私はユリコより SQ を信じたい。ああ、そういうペグに加わるか。SQ を信頼してる。なんかユリコの方がちょっとなんか怪しい気がするんだけど。エンジニア報告。だって SQ は乙女が黒出ししてるからね。まあ、乙女が強制で敵と言ってる可能性はあるんだけど。誰だっけ？クルシカ、ラッキーオがなんか怪しいんだけどな。怪しいんだっけな。
あ、いや、ラケはずっと一周できるとかいろいろ言ってるしな。茂道怪しい名乗りはどうなったんだろう。ジョナス、レムナンが消えた。セツは絶対に、苦しくは絶対に一緒にできる。ちょっとわかんない。話聞いてるか。で、いや、留守番経験もそう、それで乗り入れてほしい。あー、確かにそれ欲しい。そういえば言ってもらってなかったな。茂道は人間。あ、ラッキーオブか。はいはいはい、そこ白なんだね。僕自身怒っていた。これでアリバイ成立したけど、はは。なるほどね。もうちょっと話聞こうじゃん。みんな消えるのが怖い？それ正直めっちゃ怖いよ。いきなりボンだろ？勘弁してほしいよ。そのなんか発言なんだ。そう、だけどあまり恐れないで。グノーシは人を消すけど人が憎いわけじゃない。ジナなんだ今回。消えた人はこの宇宙からいなくなるけど別の世界に行くだけ。へえ、面白いこと言うじゃないか。ところで根拠あるんだろうね。飛ばされる？消されるとどうなる？私はグノーシアだから。え？おいおいおい、黒しいよ。狼しいよ、ここで生きて。え？どういうこと？ジナ、その発言は、感化するわければいかない。取り消すつもりはない。私はこれでいいから、ありがとう、今まで通り進めて。ちょっとこれどういうこと？投票に移ろう。なんだ急に。待って、これでバグは消えてる。で、狂人は狂人だと思うんだよな。乙部狂人で置いて、そうすると黒が 1,2,3 残ってるから、ここで黒釣らないといけない。どちらにしろジナが狂人になるとなんだろうと起こす理はないんだよな。まあ、ジナが黒って言ったらそれ入るわな。ジナはユリコに入れたんだ。ジナはユリコに入れたってことは、ユリコは、いや、わからんぞ。占い結果待ちか。コールセプス、どうしたん？お別れだね。どうして？なぜこのおしゃらと名乗り出たのか。なんで名乗り出たの？いや、だったから。何が？人を消すのは辛くない。それが私のすべきことなら。はいはい。けど、そのために嘘をつくのは嫌。嘘つきたくないの？じゃあ黙ってればいいのに。しばらく嘘じゃないよ。誰かを騙してまで行くところなんて私にはないから。私はこれでいいと思う。ちょっと人狼のルール崩壊するんでやめてもらっていいですか？今思ったけど、ジナって夫愛なんだね。怪獣、怪獣は私が怖い？いや、怖くないよ。ジナは怖くない。仲いいのは SQ か。ありがとう。怪獣は恐れないで、グノーシャのこと、消えること。やだ、怖い！全員殺す、私が。それじゃあおやすみなさい。ああ、ジナ、行ってしまった。今回なんかすごい更新されるな。あ、なんかまた新しいの増えてるし。データ参照、上位データ見るか。ジナ、嘘は不足、人を騙すことで嫌悪感がある。ジナは嘘つかないと。ジナは嘘つかない。演技が低めだったしな。低めだね。ちょっとこれ言ってみるか。シャーミン、シャーミン今度なんだ。おい、怪しき嘘の色ってな、何色か知ってるか。赤赤赤、黒黒黒黒、白だ白、純白。あ、綺麗なやつこそ嘘で面固めてるもんなんだよ。そうかな。白は村の色だと思います。あ、俺は見逃さなかったんだよ。話し合いの時、コメットの歯が白く光り上がったのな。あれ嘘つきの肌で間違いねえって。ほんとかな。お前直感どうだっけ。直感どれぐらい高かった、シャーミン。あー、直感低く。適当言ってる説あるな。な、俺とお前のコメットやっちまうね。これ以上嘘ぶっこく前におねんねさせようや。あー、なるほどね。シャーミン殴りしてみるか。お、誰も恐れなかった。ナイス。みんな時間経過とかしてないか。平和っていいもんだな。これは守護天使がいるっぽいな。うん、まあ、報告お願いします。そして報告報告。コメットつかずグノーシャーじゃない。はぁ。じゃあさ、なんか昨日さ、シャーミンがなんかコメット疑わしくないって言ってたんだけど、シャーミンはマスクだからね。昨日の夜なんてもうこれは秘密。何したんだ、何してんだ。俺を疑ったらどうかしてるで、どっからどう見ても潔白じゃん。もうちょっと見てみるか、発言。明らかに怪獣はただの人間です。たとえ外部のソフトも放置しておけばいいでしょう。やめて、白隠りしないで襲われるから。やめて、やめて。てか、何説が、白隠の、死占いの説が、私に白出ししてくれたからね。な、怪獣、俺はもう信じるぜ。だからお前も俺信じてくれねえかって、別にいい話だけどな。いいだろ、協力してやろうじゃないか。まあ、切ることもあるけどな。力合わせてやるよ。そうね、シャーミンとか怪しくない？怪しいよね、シャーミン。私も怪しいと思ってて。どうかしてるじゃん。シャーミンぐらいしか疑われてないか。あ、弁護してる。シャーミン疑ってるのに好きだろ、どっちかって言って俺シャーミンの味方だな。いや、気出せってシャーミン、僕も頑張ってやるからさ。意外とかばい多いな。シャーミン何隠してるんじゃない？そうそうそう。やっぱそう思った？私も怪しいと思うんですよね、こいつ。疑われたらどうかしてるぜ。どうかしてるぜ。投票タイム。これシャーミン、それの流れになるんじゃないか。
尻尾出してくれたからな。あ、めっちゃ疑われてるシャーミン。コベットにシャーミンを入れてる。やっぱそうなのか。はいはいはい。誰と SQ に入れてる。シピが SQ に入れてるのか。俺はこのシピしちゃったら寂しくないです。後悔すんなよ。私リナ、あの相談持ちかけてきたのか。間違いだった。残念だったな。さらばだ。船から出ていきな。ゴールドスリープした。はい。誰かいるかな。ユリコとかに話しかけてる。いや、ちょっとラッキーオにコビ売りに行こう。ラッキーオ、私はルーブいる。まさかと思うけど、僕と君の時間の価値が同じだと思ってないだろうね。やっぱ怖いこの人。ラッキーオーごめん。ラッキーオ、私はまた失敗したのかな。報告お願いします。報告お願いします。ユリコは愚弄者じゃない。はいはいはい。絞られてきたぞだいぶ。え、好きな見事は1万円よ。あー、ちょっとエンジニア報告。ユリコ、コメと私が白で、留守番もいるから、しげみちも白。ユリコ、コメと私、しげみち、セスも白だから、 SQ かシピか。ほん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 。1万円よ。もう様子見るか。言われて SQ を相手したら私も賛成かな。おっと、そうきましたか。なあ、 SQ より強く当たらないってな。これ何狼連れてるんだろう。シャーミンで1連れてるとして、あー、残り1狼だと思いたいな。 SQ ではあんまくないって。なんか言われてるな。もうちょっといるか。お前の次は何ですか。この船に乗り人間たちの破滅。さっきさ、乗らなかったシピが別のとこ投票したら気になるんだよね。私も怪しいと思う。シピ、シピの方が黒目。あ、セスも賛成。まあどっちかだもんな。私にすり寄ってきたし、私もシピ疑っとくか。お前怪しいぞ。お前明らかに黒っぽい人投票する流れだったら一人だけ違うとこ投票して。シピ怪しい、怪しいよ。くよくよすんな。立ち向かえお前。なあ海関、俺はお前を信じたくて全部悪いの、もう無理みてえだ。もうなんで私を疑ってくるんですか。やめてください。私白だろな。海関、爪あんま良くないって。そう、美味しくない、美味しくない。そう、白出しされてるんだから。ついてくるがいい。セス、お前の命も才能も、え、才覚も存分に使ってあげましょう。幸福などでそれがお前であるべき姿で。そんな言い方されたら嫌だろ。受け入れるな。協力しよう。ただし上空したいで相手を裏切ることになるかもしれない。その覚悟をしておこう、お互いにね。これ何、奴隷でいいの。あなたそれでいいのか。じゃあここで冷凍コンプリを決めちゃいますか。シピの流れだと思うんですけど、これはシピ釣りの流れじゃないですか。シピは SQ で入れ、まあそうだよな。白角で固められちゃってるもんね。はい、これでどうだろう。全部コロスリップさせられる。おお、やったやった。まあ一人名乗り出たからね。お疲れ様、ここまでだね。私たちの勝利。今回は極端なアクシデントはなかったね。ほら、汚染生物やククルシカ騒動みたいな。汚染性でククルシカ騒動、ククルシカ騒動気になるな。これ騒動って何のことと聞いた。え、海月が言っていたんじゃ、言っていたじゃ。あ、そうか、今の海月はまだ経験してないんだね。あ、何、なんかループの場所が違うのか。これなんかぐちゃぐちゃなのか、順番。足元ギリギリ失念してしまうけど、海月と私はループする順番が違うの。なるほどね。今回の海月は22回目のループ。でも私にとってはこれが61回目だよ。そして私が次の62回目のループで出会う海月は、もしかしたら2回目の海月は、お互いくちゃくちゃなんだ。合ってる場所。なるほどね。つまりそういうことなんだ。1回目の説と合うかもしれないってことだし。あれだって31回目のループなんて忘れがたいけど、余計なことは言わないでおくよ。先入観持たないのが。なるほどね。アドバイスしておくよ。初期条件だ。いろいろな設定を試した方がいい。その方が特殊な状況が発生しやすく。はぁ、なるほど。自分の役割重要だよ。人間だけでなく、右脳者は爆にまっていた方がいいと思う。ほぉ、特殊な状況では有益な情報が得られるだろうから、ただ、漫然とループしただけで仲間には会えない。はぁ、なるほどね。ループは基礎から取れ繰り返す、大体タイミングで分かるようになってきたよ。ほぉ、それじゃあ、次の私にもよろしくね。変な挨拶だけど。更新データ説。結果を表示します。ほう、あ、やっぱ、グノーシはそこだったんだ。バグで、乙女遠心主義者。コメット、守護天使だったんだ。上院データ見るか。説。主人公と違う順番でループを繰り返している。はぁ、なるほどね。よし、じゃあ次行くか。5日目になってるしね。さっき6日目だったよね。じゃあ次行くか。はい。どういう条件がいいんだろう、これ。鍵の回復、機能回復のに情報が得やすい設定をターンできる。おー、サーチするか。イベントサーチ。あー、はあ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 。これでじゃあどんどんやってってみる。14人。グノーシアが4体。グノーシア4体で14人。遠心主義者とバグはいない。怖っ、この設定。あなた、私は留守番。なるほどね。はー。
ちょっとやってみるか、ザーコロスって。怖すぎるけどな。14人村4牢でしょ。だから、2人消えるとして、これ1日目で黒釣らなきゃいけないってことだよね。いや、むずくない？コメットが仲間、はい。いや、コロナ立ち位置で白角なのは、ありがたいのか。これはた皆さんおそろいで、あ、わかってますって、愚弄者があれであれなんだろう。オーケーオーケー、始めようぜ。はぁ、じゃあ、ちょっと、名乗り出てください。エンジニアさん。エンジニアが乙女。はい。エンジニアだから愚弄者さん見つけたりできるかも。ラッキーよ。はい。はい、乙女とラッキーだけ。二人かだけか、こんだけ人類いて。あー、もうちょっとじゃあ、誰か。あー、留守番経験、はい、名乗り出ますか。はい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 、私も留守番です。コメットと一緒なので白角です。ちょっといませんか、誰か協力しよう。あ、シャーミンのお誘いは、あー、シャーミン成功ならず。一回も成功したらいいんじゃないか。ちょっとあのドクターも知りたいっすね。ドクターいないっすか。ジョナス、はい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 、意外かな。と冷凍された人間人体からグノシア化の形式を探る。それでやることならできるだろう。ジョナス頑張っていますね。ドクターのレベルとともにジョナスを告発いたします。あー、22しか出ないのか。まあ AC 主義者いないしな。ククルシカがまがいものじゃない。なので本物に逃げると逆に哀れだよね。おうおう、ククルシカは正しつかりな霊金を持っている。ククルシカ戦うな。そうだね。ルシカ、これはなんか名乗り出たやつを、あー、投票始まるか。オッケーオッケー。なんか疑い先とかちょっと見たいけど、誰がコメントと協力したい。いいんじゃない、留守番な。ドクター苦しかやし、あー、ラキオが急に殴ったのかな。気になる。対抗を殴るべきじゃないか。ちょラキオに入れてみるか。ここは黒をこう釣っていきたい。あー、苦しか、苦しかが釣られるか。苦しか眠ることになった。バイビー、あー、茂道がバイバイ、バルハラで会おうぜっていうことは、なんかこういうつながりがあるとなんか黒っぽい雰囲気すごいするんだよな。スタ、レベルアップしよう。レベルアップ、めっちゃいい XP あるぞ。ロジックを2個上げよう。よし、これで説得しやすく、絶対に敵は絶対に人間なんか使えるようになった。コマンド1は使えないのか、人間だと言えってなんだ。直感か。え、ちょっと死にたくないから。直感もそうだけど、ステルス上げたいな。はい。で、なんかイベントあるっぽい。乙女が、なんかイベント発動してる。お、あ、カイザキさん、あのね、相談なのです。今、グノシアさんがいるから、どの人が大丈夫かわからないの。だから、キュッ、カイザキさんのこと知りたいのです。それで一緒に頑張れたらいいなって。まあ、一旦協力しとく、ここは。いいよ、力合わせようぜ。わ、ありがとう、ナナカイザキさん。よかったら、今からご飯食べませんか。今夜はお魚フェスティバルの。いいね、お魚フェスティバルもしようぜ。たらふく食べて寝よう。あー、レムナンすごい左にいない？めっちゃ左にいるやん。もうちょっと右でよくない？顔切れてるよ。記録、被害者はレムナン、グノーシャ主義である消失を確認。なるほどね。報告求めますか。報告してください。ただですけど、シピさん大丈夫ですか？グノーシャさんじゃないのです。おお、シピはグノーシャじゃない。うん。シゲイちゃんグノーシャじゃなくて、やれやれだ。不審者だろ。あー、シゲイちゃんグノーシャじゃないのか、昨日なんか、怪しい。なんかバイバイって悲しいんだけど、それじゃ次は誰の番だ。てか待って、これで4浪いるんでしょ。4浪だから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、あ、1,2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 12人4浪か。あ、まだ大丈夫なのか。はぁ、あ、はぁはぁ、もうそろそろつって1日目でうち釣らなくていいのか。あー、もうちょっと頭痛くなってくる。次の番は誰だ。記録を凍らせたものの、グノシアではなかった。つばらものを凍らせたものです。仕方ないね。処理したと分かんないからね。グノシアではなかった。はい。グノシアも白だった。話聞いてみるか。どうした、茂道。一人で駆け込んで辛いだろ。俺、怪しいとかショックだぜ。茂道を戦っているようでは、この船の命運も知れたものね。あ、そう、対抗してる。でもぜ、茂道に助け出しするよ。はっ、考えるまでもないね。ユーフが安泰しなければ僕がしていてさ。そうそう、ジョナスで言うことなんて、結果じゃない、ジョナスとかあるだから。間違いない。茂道は結構城を置きされてるのか。CP は信用できない。CP、こっち見てよく顔見せな。お前、やっぱ怪しいわ。おー、CP は城出しされてるのか。そうだな、俺怪しいんだろうな。なんか、疑うような場所でもないと思うんだよな。
嘘をつくのはかなりラッキーだけど、それならのための嘘なの。いや、ラッキーも怪しい。そう思った。ラッキー怪しいよね。平気疑ってる。ラッキーを信じたい。うん、わかるんだ。あと、なんか、臭い。乙女はね、嘘臭いにいる、確かに。ダメだわ。キュア、もうちょっと頑張ってほしい。いや、投票の時間かな。ラッキーをみんな怪しんでるのか。ラッキーを排除したい、賛成かな。ラッキーを呼びすぎ、ラッキーを、エンジニアあたりを釣ってきたさはある。今ではこの面も知れたものね。ラッキーは大雑魚なんぜ。ラッキーを釣りしなくていいんじゃねって話。投票8秒間敵を排除するんだ。ラッキーを、まあ、だったらだったで、ラッキーを釣りで、意思の判断を見るか。ラッキーを、意外と入れてない。S 級に、セツとコベットが S 級に入れてるのか。乙女には、ラッキーオとジナが入れてるのか。ユリコに入れてる人もいるのか。ジョナス、ジョナスそこ入れ違いね。でもユリコに入れてる人がもう一人、シピがユリコに入れてる。ジョナスこれ黒あるかもしれんな。この子、冷凍水密するんだ。救いがたいね。はい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 。バイバイ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。イベントが起きやすい。おー、イベント起きるね。S級ちゃん、ちょっと話しましょうよ。海崎さん、海崎さん、ちょっと S 級さんの悩み聞いてくれる？あ、なになに、なに？眉毛の化粧のノリが悪いってか。実はですね、しげみちゃん嘘ついてるってこと気づいちゃったんだよね。でも下手にしげみしめたら逆に S 級ちゃんが倒れちゃってピンチってなりそうな予感がするわけで。ねえねえ、海崎、一緒になったくして、しげみち変わらずイープさせようぜ。しげみち疑うってことは、誰が白出ししたんだっけ？しげみちに対して。ラキオか。ラキオを信用気してるから、これでもいいけど、これ大体なんか黒っぽいんだよな。なるほどね。まあ、話だけ聞いといてやるよ。おー、私が？マジか。うおー、SQが、SQ プ黒やんけ。あ、乙女が黒なのね。いや、乙女釣りを持ってきたかったけどな。ジョナスも黒か。いや、シピジョナスラインあったよな。そこあったよな。食われる感じ。いや、まあ、留守番だもんな。はい。もう一回頑張ろうか、この設定で、じゃあ。もう一回これで頑張ろう。はい。せつが仲間、今回は。ふんふんふん。